には森岡が待っています。しかし前に出した、上田、ちょっと出した、これは前園、シュート体勢に入れるかどうか、取り返せない。いやー、前園にいいパスが出ましたが、いや、いいですよ、フッとさせるような恐怖に陥れるような、そういうようなラストパスも何回も回れば、これもフリーです。ジョーがフリーになった。さあここは絶対決めてほしいところです。さあどうするか、ヒールキックから前園、前園、前園、あーっと倒された、 PK です、 PK、 前園倒されました。ペナルティーキック、まだまだですよ、今からですよ。これ再三日本はこのゴール、そうですね、ペナルティーエリアに入ってからこういう倒されるシーンもありましたが、最後は21番をつけました、ブクチュギのファール。さあこれは前園が蹴りますね。今ジョーと前園が何か話をしました。さあ前園キャプテン、同点に追いつけるかどうか。前半の38分、シュタラスボール、大歓声が起こるかどうか。よし、ゴール、前園のゴール、1対1の同点。これどんどん行きましょう、もう畳みかけるように行かないと。今落ち着いて決めましたね。試合はこれからです。全国のサッカーファンの皆様、これから日本のゴールラッシュをお見せできる。